高分子医薬品とは、タンパク質などのバイオ医薬品、核酸医薬、多糖などの高分子を用いた医薬品の総称である。分子量300から500程度の薬品を低分子、医薬品と総称するため、それ以上の分子量を持つものと考えられている。高分子医薬品の大きな特徴は、薬物動態学が低分子医薬品と異なることである。 低分子医薬品は血液の幹かや細胞膜、核膜を通過できるものが多いが、高分子医薬品は消化管からほとんど吸収されず、毛細血管壁の透過性に制限がある。代表的な高分子医薬品には、抗体医薬品、タンパク質医薬品、高分子化医薬品、核酸医薬品などが挙げられる。タンパク質医薬品は、バイオ医薬品の一つであり、抗議には、 抗体医薬品も含まれる。最も知られた、タンパク質医薬品としては、糖尿病治療で用いられるインスリンが挙げられる。その他に、エリスロポイジン、下流球コロニー刺激因子、インターフェロン、ワクチン、酵素補充療法で用いる、酵素製剤などが知られている。タンパク質医薬品の多くは多様な生物種から、組み換え DNA 技術を用いて産出され、生成されている。 タンパク質医薬品には分子量300から500だ程度の低分子医薬品にはない様々な利点が知られている。低分子医薬品では代用できない高い得意性と複雑な機能がある。得意性が高いため副作用を起こすリスクがより少ない被験者にとって生理的なタンパク質ならば免疫反応を起こす可能性が低く許容されることが多い。 ミスセンス変異やナンセンス変異が原因の場合は遺伝子治療を行わずタンパク質医薬による酵素補充療法で代用できる可能性がある。タンパク質医薬品の臨床開発や FDA による認可にかかる時間は低分子医薬品よりも短い。タンパク質はそれぞれに固有の形や機能を持つために製薬会社はタンパク質医薬品について広範囲に及ぶ特許を取得できる。 構造改変タンパク質を医薬品として投与することによる疾患治療においては生成、製造、保存中の安定性の問題に加えて生体に投与後の薬効発現に好ましくない体内動態特性が問題となることが多い。これを遺伝子組み換えや化学就職の手法で解決することが多い。人の下流球コロニー主義禁の N 末端側の後、アミノ酸を置換することで 生物活性及び結晶中安定性に優れる誘導体ナルトグラスチムが開発された。またイ電子組み換えにより人のエディスロポエチンが本来、持つ3本の N 結合型等差を5本に増やしたダルベポエチン α は、エポレセプターへの親和性は低下するものの、エディスロポエチンと比較して長い体内半減期及び、高い生物学的活性を示す。 高分子結合タンパク質などの高分子医薬品を生物学的に不活性な別の高分子を就職することで糸球体路化の抑制、肝臓の取り込み、酵素分解、抗体による認識などの回避が可能である。これにより生物学的な半減期の延長が可能である。主治の高分子が利用可能であるが、ポリエチレングリコールが最も汎用され、効果も高い。 インターフェロンアルファ、アデノシンデアミナーゼ、アスパラギナーゼ、カ流ュ級コロニー刺激因子などでは、PEG 就職体が医薬品として開発されている。コ COTN 回アルファー比とか、モノクローナル抗体のファブ部分に、PEG 就職を施したセルトリズマブペゴールも知られている。融合タンパク質医薬品遺伝子組み換えの技術を利用して、タンパク質を構成するドメインやモチーフ。 ペプチドなどのうち独立して機能する部位を選択し、適当なものを適に融合することで、理論的には膨大な種類の新規融合タンパク質が設計できる。人使用へ新死に型レセプターの細胞外ドメインのサブユニットに両体と人免疫グロブリン G の FC 領域の融合タンパク質がエタネルセプトである。バイオ構造品高分子医薬品の中で、バイオ医薬品では、 アミノ酸配列が同一でも分子レベルで完全に同一かどうかは証明が困難である。そこで特許期間、最新作期間が終了した医薬品と同等、同質の品質、有効性、安全性が確認され先行バイオ医薬品と類似のものであるとして承認された医薬品をバイオ後続品と総称する。アミノ酸配列やジスルフィド結合は同一だが工事構造、 搭載プロファイル、凝集体の割合、C 末端リシン欠損変異体の割合を含めて、物理科学的な特性や、生物学的な特性は同一ではない。日本では、インスリン、成長ホルモン、下流球コロニー刺激因子、エリスロポエチン、COTN 回アルファ抗体などで、バイオ抗続品が承認されている。抗原を特異的に認識する。 モノクローナル抗体が作成可能になり、人化抗体、人抗体が開発されるに至って、現在では非常に多くの抗体医薬品が臨床で用いられている。抗体医薬品の種類には、マウス抗体に加えて、マウス抗体の定常領域を人型に変えた、キメラ抗体、超過変領域だけが、マウス由来の人化抗体、さらに遺伝子組み換えマウスを用いて作成される。 完全非とか抗体がある。分子量15万の全長のイグ抗体に加えて、定常領域を除いた、カイニアファブ、可変領域のみを短いリンカーで連結した一本鎖抗体などの、構造的特徴の異なる抗体分子も、抗体工学技術の進歩により開発されている。こうした、構造改変により、分子量が大きく変わることから、体内動態は大きく変動する。 抗体薬品は抗分子薬品の中でも標的に対する選択性の高く体内で安定という特徴がある。それゆえに抗体薬品をもとにした多機能抗分子薬品が次々と開発されている。抗体薬物複合体としてはカドサイラやゲムツズマブオゾガマイシンなどで知られている。イグ融合タンパク質医薬品としてはエタネルセプトが有名である。 また2種類の抗原部位を持つ二重特異性抗体も開発されており、多様な機能性を持つ抗体医薬として開発が進められている。二重特異性抗体としては、エルズマキソマブなどが知られている。抗体医薬の作用は以下の5つが知られている。抗体依存性細胞障害作用では、標的細胞表面の抗原に結合した抗体の FC 領域を介して、 ナチュラルキラー細胞や探求が収束し、細胞から産出される細胞障害性メディエーターを介して、癌細胞やウイルス感染細胞を攻撃する。固体依存性細胞障害作用では、標的細胞表面の抗原に抗体が結合すると、抗体の FC 領域に抗体が結合し、連鎖的な抗体の活性化反応が細胞表面で起こることで細胞を破壊する。 抗体がリガンドあるいは受容体に特異的に結合すると細胞内へのシグナルが遮断される。これにより標的分子の作用が中和することで効果を発揮する。細胞表面のレセプターに結合し、アゴニストと同様シグナル伝達を活性化する。薬物に抗体をコンジュゲートすることで抗体を細胞選択的相達に用いることができる。これを抗体薬物複合体という。 核酸医薬品とは天然型ヌクレオチド、または化学就職型ヌクレオチドを基本骨格とする薬物である。遺伝子発現を介さずに直接生体に作用し、化学合成により製造されることを特徴とする。代表的な核酸医薬品にはアンチセンス法、ナイ、アップタマー、デコイなどが挙げられる。核酸医薬品は化学合成により製造された核酸が、 遺伝子発現を介さずに直接生体に作用するのに対して遺伝子治療薬は特定の DNA 遺伝子から遺伝子発現させ何らかの機能を持つタンパク質を算出させる点が異なる。核酸医薬品は高い特異性に加えてメッセンジャー RNA やノンコーディング RNA など従来の医薬品では狙えない。 細胞内の標的分子を創薬ターゲットにすることが可能であり、一度プラットフォームが完成すれば、比較的短時間で規格化しやすいという特徴がある。そのため、核酸医薬品は低分子医薬品、抗体医薬品に次ぐ、次世代医薬であり、癌や遺伝性疾患に対する革新的医薬品としての発展が期待されている。低分子薬物に高分子を結合することで、 その体内動体が制御可能である。こうした結合体を高分子化薬品と呼び中でも薬物が高分子から有利して初めて効果を発揮する場合に高分子化プロドラッグという微粒子キャリアを用いることが多い3種類の毛細血管を示す。連続型毛細血管が毛細血管で最も一般的なタイプであり筋組織、皮膚、結合組織、肺、 外分泌腺、胸腺、神経組織などに存在する。連続性毛細血管では、分子量 1K 以上の水溶性分子はほとんど、透過しない。有層性毛細血管は、腎臓、腸管、脈絡層、内分泌腺など組織と血液管での迅速な物質交換を必要とする臓器で見られる。穴の小道は50から80ナノメートル程度である。 非連続性毛細血管は肝臓、脾臓、一部の内分泌器官、骨髄などで見られる。非連続性毛細血管では計1マイクロメートルを超えるものから50ナノメートルほどの小さい穴まである。高分子医薬品は従来の低分子医薬品と比較して体内動態を支配する要因が大きく異なっており、吸収、分布、代謝、排泄など体内動態特性も 極めて特徴的である。消化管から吸収されないことも高分子医薬品の薬物動体学において重要な特徴である。一般的に高分子医薬品は分子サイズが大きく極性を持つことから使用性が高い低分子医薬品のように自動拡散によって生体膜を通過することはできない。一方、上皮細胞の強細胞輸送ルートとして ヒノサイトシスと呼ばれる細胞外液を消耗に取り込む際に外液中の物質も同時に輸送する経路があるがその量は極めて少ないさらに多くのタンパク質医薬品は消化管内で多様な消化酵素やタンパク分解酵素によって速やかに分解されるそれゆえ例えば天然型インスリンの場合経口投与後のバイオアベイラビリティは0.1%以下である 大腸は、胃や小腸と比べると酵素による、タンパク分解酵素の活性が弱いとされており、大腸からは、タンパク質医薬品の消化管吸収が、動物実験レベルでは可能であるが実用レベルでは、ない。パイエル板に存在する M 細胞は極めて高い系、細胞輸送能があるため、高分子医薬品のリンパ系を介した、消化管吸収ルートとして注目されている。 実用レベルでは抗分子医薬品は蛍光投与不可能なため2017年現在では静脈注射や皮下投与や筋肉内投与で抗分子医薬品は投与される。皮下投与や筋肉内投与された抗分子医薬品は主に毛細血管への拡散とリンパ関係を介した輸送の量経路より血液中に移行すると考えられている。 目安として16だ以下の低分子量の場合は、主に皮下間質内を拡散により通過し、毛細血管に到達するのに対して、16だ以,以上の高分子量の場合は、皮下間質の細胞間隙を抜けて、規定膜がなく、細胞間隙が大きなリンパ関係に入ると考えられている。リンパ液の流速が遅いこともあり、皮下、筋肉内に投与された、 高分子医薬品の吸収は、感受で、半減期も、比較的長いことが多く、短海上脈内投与するよりも、持続的に高い血中濃度を維持することができる。非下投与された、高分子医薬品のバイオアベイラビリティは50から100%と、高い。使用性の高い低分子医薬品の場合は、血液から組織細胞へ容易に、膜投下により移行でき、 かつ組織内タンパク結合性も高いことから分布容積は組織の G 容積を上回るなど比較的高値を示すことが多い。また、水溶性が高く容易に膜透過ができない薬物であっても膜上に発現する一連の薬物トランスポーターの基質となる場合は臓器選択的な分布が見られることもある。しかし、高分子医薬品の場合は 細胞膜の拡散による透過やトランスポーターによる輸送はほぼ期待できず、臓器への移行のメカニズムは大きく異なっている。まず、抗分子医薬品の血液から組織の細胞外液スペースへの移行は臓器により著しく異なる。これは毛細血管の構造に由来すると考えられている。抗分子医薬品の薬物動態学の最も重要な特徴は、 毛細血管の透過性の制限があるため、不均一な体内分布を示すことが挙げられる。肝臓、脾臓や骨髄のような規定膜のない非連続性、毛細血管を持つ臓器では、分子量で 100K だくらいまでの高分子は、比較的容いに移行できる。一方、脳や筋肉や皮膚など、連続型毛細血管を持つ臓器では、分子量1ダ以上の水溶性分子はほとんど。 移行しない。その中間にあたる、有層性毛細血管を持つ小腸や腎臓では、分子量が比較的大きいものでもゆっくりであるが移行する。有層性毛細血管では、計50から80ナノメートルの穴、または窓が開いている。一方、一部の血液から細胞外液スペースへの移行並びに、細胞外液スペースから組織細胞内への移行には、 複数の輸送経路が存在する。受容体解在性エンドサイトーシスは、薬効標的となる細胞表面の受容体に高分子薬品が選択的に結合、もしくはヘパラン硫酸プロテオグリカンのような基質選択性の低い膜タンパク質に非選択的に結合した複合体が細胞内に消耗として取り込まれる現象である。特に標的受容体を介した輸送は、 組織選択的な高分子医薬品の移行に寄与している。これは受容体を必要とすることから、高分子医薬品の濃度依存的な組織取り込みの飽和が観察される。一方、非選択的かつ非飽和の高分子医薬品の組織取り込み機構としては、マクルファージュや単球、高中球の限られた種類の鈍食能を有する細胞によるファゴ細胞質や多くの細胞で見られる。 ピノサイトーシスが挙げられるが、その高分子医薬品の組織移行への寄与は、量的に見て限定的である。したがって、高分子医薬品においては一部需要大会財政エンドサイトーシスによる、組織選択的な移行はあるものの、静脈内投与後の全身レベルの分布容積は、ほぼ結晶容量もしくは、結晶容量、細胞外スペースの容積程度であることが多い。代謝 排泄に関してクリアランスとしてまとめて述べる。低分子医薬品のクリアランスは主に代謝酵素による物質交換と薬物トランスポーターによって制御されるのに対し、高分子医薬品はこれらの機質とはならず全く異なった機構により体内より消失する。高分子医薬品の主なクリアランス機構としては結晶中や 組織表面に存在する分解酵素による代謝、エンドサイトーシスによる細胞内への取り込みとそれに続くリソソームへのソーティング、分解酵素による代謝、さらに腎臓による排泄が関与する。さらに、抗体薬品については、ネプネイトル FC 受容体との細胞内結合を介した分解抑制、リサイクリング促進効果なども、体内動態を考える上で考慮すべき要因と、 なっている。血液中や組織表面の分解酵素による代謝血液中には複数の可用性のペプチド分解酵素が存在すると、共に肝臓や腎臓など複数の臓器にはミノペプタイデイスやガンマ、グリュタミルトラペプタイデイスのような膜結合型で細胞外に触媒部位を有する分解酵素が複数存在している。従ってタンパク質医薬品の場合は これらによる代謝が血中安定性、効果の持続に影響を与え得る。高分子タンパク質の場合は分解酵素による代謝を受け、速やかに生物活性を失うものは多くない。しかし低分子ペプチドにおいてはこれらの代謝が速やかな消失を支配している事例が知られている。速やかに消失する低分子量ペプチドとしてはアンジオテンシンやソマトスタチンが知られている。 ソマトスタジンは14アミノ酸からなる感情ペプチドであるが分解酵素による代謝の影響で半減期はわずか数分である。ソマトスタジンの構造を8アミノ酸に短縮し一部のアミノ酸を L アミノ酸から D アミノ酸に変換したオクトレオチドを作ったところソマトスタジンの生理活性を維持しつつ分解酵素の代謝を逃れ血中半減期を90分まで 延長することに成功した。細胞内への高分子医薬品の取り込みと分解高分子医薬品は血中速度が比較的早い臓器である肝臓や腎臓における代謝により体内から消失するケースが多く見られる。高分子医薬品の消失メカニズムとしては、上述した血中組織表面の分解酵素による分解に加えて、 細胞内皮系に属するマクロファージュや探求など、異物の鈍色能を有する細胞群による、一食意的な取り込みや、高分子医薬品の薬効標的となる、受容体解在性エンドサイトーシスによる内在化の後、受容体との複合体を形成した状態で、リソソームへソーティングされる選択的な分解機構が、関与している。例えば、上皮成長因子や肝細胞増殖因子は共に、 肝臓に発現するそれぞれの受容体が薬効標的となるが、これらは同時にクリアランス受容体としても働き、リガンドマイナス受容体複合体が内在化すると一時的に細胞表面の受容体数が減少することにより次に来たリガンドのクリアランスが低下する現象も見られる。また、細胞表面への吸着やヘパラン、硫酸プロテオグリカンのような非選択的な 細胞内取り込みを介した分解機構も存在する。これらは前者と比較すると飽和しにくいが、そのクリアランスの絶対値は小さいことが多い。従って、リガンドが低濃度の時は、受容体解在性エンドサイトーシスが主な消失機構であるが、高濃度になるにつれて前者の飽和に伴い、後者のような非飽和性の消失機構がメインになることもありうることが示されている。 後者の場合は、肝取り込みは高分子医薬品の電化にも影響され、静電化を有するものは中性、または不電化を持つものに比べて血中からの消失が早い。100ナノメートル以上のサイズになると、肝臓や肺などに存在する鈍色細胞によって認識されやすくなる。核酸医薬は高分子としての体内動体を示すが、リン酸基に由来する不電化が連続する。 ポリアニオンであることから、ポリアニオンに対する取り込み活性が高い肝臓に速やかに取り込まれる傾向がある。腎臓からの排出高分子化合物の尿中排出には代謝と異なり、種差しがほとんどないとされている。高分子医薬品の多くは、その分子量に従い、直接、または代謝により低分子化された後尿中に排泄される。子宮体における、 高分子医薬品のろ過による除去効率は分子サイズと電化が密接に関係している。分子量が 4K 以下のもの、あるいは5ナノメートル未満のサイズは糸球体でほとんどがろ過されるに対して分子量が 30K 以下を超えると子球体ろ過率は著しく低下する。子球体ろ過率は分子量が大きくなるにつれて低下し、同じサイズならば不電化はろ過されにくい。 サイトカインなどの比較的分子量の小さいタンパク質の場合には人子球体路化を受けることで速やかに消失することから血中体重性の増大を目的に他の高分子で就職された誘導体が開発されている子球体路化された比較的低分子量のタンパク質は大部分が近陰尿細管において需要体外在性エンドサイトウシスもしくは 吸着性エンドサイトーシスによって、細胞内に内在化された後、リソソームなどで分解され、アミノ酸となり、生体内で再利用されることが多い。例えば、LDL 受容体ファミリーに属する LRP には、尿細管管空側にこう発現しており、エンドサイトーシス受容体として、タンパク質やペプチドを受容体解在性エンドサイトーシスにより取り込む。 アミノグリコシド系抗菌薬やミオグロビンなどの尿細管への取り込み、蓄積と毒性の発現の原因となっている。抗分子医薬品では、細胞膜やオルガネラ膜も大きなバリアとなる。抗分子医薬品の細胞への取り込み、エンドソーム脱出、オルガネラへの分布に関して述べる。細胞への取り込み高分子医薬品の細胞への取り込みは、エンドサイトーシスと呼ばれる。 細胞自身が有する高分子取り込み機構が利用される。エンドサイトーシスにはクラスリン経路、カベオラ経路、マクロピノサイトーシス、トランスサイトーシスなどが知られている。免疫細胞にはファゴサイトーシスと呼ばれるマイクロメートルのサイズの粒子を取り込み機構があるが、免疫細胞以外は行うことができない。クラスリン経路は コレステロールの細胞内取り込み機構として知られている。コレステロールは LDL という直径22ナノメートルの粒子として LDL 受容体を介したエンドサイトーシスにより細胞内に取り込まれる。細胞内在時に消法がクラスリン分子によって包まれる。エンドサイトーシス消法は選別の場である初期エンドソームに融合する。 初期エンドソームの感情部分は、小胞として出荷し、直接、または回収エンドソームを介して、積み根を細胞膜へ戻す。初期エンドソームは、黄胞体を経て、後期エンドソームに成熟する。分解される膜タンパク質は、口内小胞に取り込まれる。リソソームに融合して消化が起きる。エンドソームの成熟の、各段階は、トランスゴルジモウとつながっており、 新たに合成されたリソソームタンパク質が供給される。クラスリンを介さないで内在化するエンドサイトーシスとしてカベオラが知られている。カベオラはほとんどの細胞の細胞膜に存在し深く貫入したフラスコ状の凹みである。カベオラは脂質ラフトから作られカベオリンという膜内在タンパク質が膜の湾曲を安定化している。カベオラは内在化すると 初期エンドソームへ、あるいはトランスサイトウシスすることが知られている。クラスリンを介さないエンドサイトウシス機構であり、ほぼすべての動物細胞で見られる。マクロピノサイトウシスは、増殖因子やインテグリン、アポトーシスを起こした細胞の残骸や一部のウイルスなどの特異的リガンドなどによる細胞表面受容体の活性化に応じて誘導される。マクロピノサイトウシスは、 分解専用の経路で、後期エンドソームや、エンドリソソームと融合しリサイクルはしない。曲性を有する上皮細胞や内皮細胞は、トランスサイトーシスという輸送経路が存在する。エンドサイトーシスされると識別エンドソームに行き、そこで、振り分けが行われる。分解経路では、後期エンドソームを経て、リソソームと融合する。 トランスサイトーシス経路では、回収エンドソームを経てトランスサイトーシスされる。エンドソーム脱出エンドサイトーシス後の細胞内、輸送経路は、リソソームとの融合、リサイクリング、トランスサイトーシスなどのネットワーク機構で、制御されているが規定路線は、リソソームとの融合である。したがって、リソソームでの分解を回避するために、エンドソーム脱出は不可欠である。膜融合や、 膜破壊などのメカニズムが知られている。エンドソーム内の酸性環境応答を通し脱出する技術などが知られている。オルガネラへの分布核や、ミトコンドリアなどのオルガネラへ分布するためには、膜の通過が必要である。特に角膜は、分子量6万以上、または直径40ナノメートル以上の分子は、受動拡散では角膜を通過できない。 EPR 効果固形癌組織では正常組織と比べて、新生血管の増生と血管壁の著しい透過性の更新があることから、数十ナノメートルサイズのキャリアが固形癌組織に集積しやすいことが知られ、EPR 効果と言われる。脳実質細胞外液と脳脊髄液の高分子前進投与の場合は、高分子は血液脳関門や血液脳脊髄関門を 通過できない。これらの関門をバイパスする方法として、雲膜下投与や、脳室内投与が知られている。これらの投与法をした場合は、高分子は、脳脊髄液に分布する。高分子は、脳脊髄液中では、軟膜や脳脊髄液の関門でによって、神経細胞への相達が制限される。水は、脳脊髄液の関門を自由に行き来できるが、高分子は、 脳脊髄液脳関門で制限され、脳脊髄液と脳実質細胞外液は自由に行き来できないと考えられている。同様に、脳実質細胞外液の水分子は、毛細血管から血液中へ吸収されるが、毛細血管壁から血液中に吸収される物質の分子量には上限があると考えられ、それは5000段以下であるとする報告がある。 脳実質細胞外液に含まれる、高分子は、グリアリンパ系を介して排出される。グリアリンパ系では、アストロサイトの足突起に高発現する、アクアポリン4の支援を受けて、毛細血管規定膜から、血管周囲空に集められる。その後、血流と逆方向に、多動的に移動し、最終的に頭蓋空を離れて、ケーブリンパ節に到達する。この駆動力は、 動脈拍動と考えられている血管周囲空が睡眠時の生理作用で拡張することから睡眠時に排泄が更新する。血管周囲空に通過障害が生じた場合は脳浮腫のほか、アルツハイマー病、パーキンソン病、レビー固定病などの神経変性疾患が発症する。脳脊髄液に含まれる高分子は硬膜内にある脳のリンパ管や急神経症の微粘膜か リンパ感網から、ケーブリンパ節に排出される経路が知られている。限定的だが、脳圧更新時は、脳脊髄液は、雲膜下流からも排出されると考えられる。いずれにせよ、脳脊髄液や脳実質細胞外液中の、抗分子は、ケーブリンパ節へ排泄される。抗体医薬品の体内動体抗体医薬品は、抗分子医薬品の中でも、とりわけ血中半元気が長いことが、 特徴として挙げられる。この主要因として内在性のイグの分解抑制に機能する FCRN を介したリサイクリング促進機構の存在が挙げられる。もともと FCRN は新生児の象徴に大量に発現し母乳中のイグの FC 領域と結合してエンドサイトーシスによりイグを効率よく体内に取り込む機能を果たすことが知られていた。その後、 FCRN が新生児の象徴に限らず、成人の多くの組織にも発現していることが示された。また、FCRN が FCRN と β2 ミクログロブリンで、ヘテロに両体を形成する受容体であることが明らかになり、β2 メートルや FCRN のノックアウトマウスにおいて、イグの血中半減期が著しく短縮した。このことから FCRN は、 イグの半減期の延長に寄与する受容体と考えられている。FCRN とイグの結合は pH 依存的であり、エンドソーム内の pH6.0 から6.5程度の酸性条件下では強固に結合するが pH7.0 から7.5程度の中性条件下では解離する特性がある。そのためイグはピノサイト質シスによって取り込まれた後に主に細胞内に極在する。 FCRN とエンドソーム内でイグの FC 領域と強固に結合する。その後、イグ海 CRN 複合体は細胞表面にリサイクリングされた後、細胞表面の中性環境において、イグが乖離することで血中に再び戻る。FCRN 依存的な抗体の半減期、延長効果は、イグの血中半減期が21日程度に対して、 他の免疫グロブリンの抗体の血中半減期が2から10日であることから異ぐ選択的である。FCRN と FC 領域の結合性は動物種が異なると親和性が低下することが知られており、これまでに開発されてきた抗体医薬品の人における血中半減期を調べると一般的な傾向としてマウス抗体、キメラ抗体、ヒトカ抗体、 一交代の順に半減期が長くなる。また、融合タンパク質が持つ FC 領域の FCRN に対する、神話性はイグそのものの FC 領域と比較して低い。FCRN による半減期延長効果を狙った融合タンパク質医薬品を開発しても、イグほどの長い半減期は得られない可能性がある。可用性抗原を標的とする複数の 抗体関連医薬品について、pH6.0 における人 FCRN に対する乖離定数と人で、血中半減期の間には、負の相関関係も報告されている。これらより、弱酸性領域における FCRN との結合親和性が、血中半減期の延長効果を決定する要因になっていることが示唆されている。また、抗体医薬品のクリアランスは、 その標的タンパク質が可用性抗原化、受容体など、膜結合性抗原化によって異なる。一般的な特徴として、膜結合性抗原を標的とする抗体医薬品のクリアランスは、可用性抗原を標的とする抗体医薬品よりも大きい傾向があるとともに、投与量依存的にクリアランスの低下が見られるケースが多いことが知られている。その原因としては、 標的が可用性抗原の場合は、主なクリアランス機構が、細毛内皮系による、非特異的な鈍色であることから、抗原の種類によらず類似の動体特性を示すのに、対して、標的が膜結合性抗原の抗体の場合は、主なクリアランス機構として、細毛内皮系による、非特異的な鈍色に加えて、標的と抗体の複合体が、 複合体が需要体外財生エンド再投出により内在化することに始まる標的依存的なクリアランスの法話で説明される。従って標的が膜結合性抗原の抗体の高等余量条件下でのクリアランスは、その標的が可用性抗原の抗体のクリアランスに近づくような挙動をとる。その他、 抗体医薬品の特有のクリアランス機構としては、同じくイグの FC 領域が結合する FC ガンマレセプターが挙げられる。FC ガンマ R を介したクリアランスの詳細な分子メカニズムやクリアランスの制御に対する定量的な役割は明確にされていない。しかし FC ガンマ R の遺伝子変異がイグでコーティングされた赤血球の血中半減期に影響を与えることから、 FC ガンマ R は可用性抗原抗体複合体の受容体解在性エンドサイトーシスによる細胞内代謝に一部関与している可能性が考えられる遺伝子組み換え型の抗分子医薬品の体内動態主に天然型と遺伝子組み換え型の抗分子医薬品の体内動態の際について述べる抗分子医薬品の多くは糖タンパク質であり遺伝子組み換えで 大腸菌に作らせたリコンビナント型タンパク質は天然型タンパク質と異なり動作が欠けている。これまでの研究から動作の有無が高分子医薬品の体内動態に大きな影響を及ぼす事例が数多く報告されており、その性質を利用することで意図的に動作を改変した高分子医薬品の創生も進んでいる。古くは例えばモデル化合物として 血清アルブミンは異なる糖査就職すると肝臓への取り込みに著しい差が生じることが知られている。これは糖査認識に基づく受容体介在性エンドサイトーシス機構の関与が考えられる。事実、ミルマイナス2を静脈注射後の体内動態では R 型の消失が N 型よりも著しく早い。EFNβ については緊中では R 型は N 型よりも著しく早く血中から消失するが、常中時においては、両者間に大きな差は見られず、糖査の有無により、筋中局所もしくは筋肉から血液への移行過程の動態に差が生じるものと考えられている。合射病は、遺伝的に、クルコセレブロシダーゼという酵素の機能が欠損している難病である。倒射質をセラミドに分解できないため、 糖質が細胞内皮系の細胞に蓄積することで全身性の症状を引き起こす。この治療法の一つとして酵素補充療法が知られている。酵素補充療法では外来的に酵素を投与することでクッパー細胞やマクルファージにグルコセレブロシダーゼを供給する方法が考えられたが、酵素自身を単独で投与しても効果があまり認められなかった。その原因としては 外来的に投与した酵素が、クッパー細胞やマクルファージに到達しないことが挙げられた。そこで、グルコセレブロシダーゼに孵化する糖酸の末端を、マンノースにすることで肝臓のクッパー細胞に、高発現するマンノース受容体に認識させ、効率よく、酵素を到達させることに成功した。糖鎖就職型グルコセレブロシダーゼは、イミグルセラーゼとして上司されている。 またエリスロポエチンの半減期を延長するために倒査を増加したダルベポエチンアルファが開発されている。エリスロポエチンは3つの N 結合倒査と1つの O 結合倒査を持ち、倒査の末端に存在するシアル酸の数を減少させるとインビトロの活性は増加するが、逆にインビトロの活性は減少することが知られていた。ダルベポエチンアルファは、 エポの5箇所のアミノ酸残器を改変し、新たに2箇所への結合搭作を付加させることにより、受容体へのエポ結合親和性は減少し、血中半減期がエポの約3倍に延長した結果、インビボカ性が増加した。それゆえ、従来の週3回投与から週1回投与が可能となった。DDS とは薬物を作用部位へ、 選択的かつ望ましい薬物濃度時間パターンの元相達することを目的とした新しい投与システムである。DDS は放出の制御、吸収の制御、標的指向性の制御に分類できる。薬物の放出制御はコントロールドリリースと言われ、製剤からの薬物の放出を制御することで必要な、時に必要な量の薬物を供給するための技術である。 薬物吸収を改善することを目的とした DDS としては吸収促進薬、タンパク質分解酵素阻害薬といった添加物の利用、プロドラッグ化など薬剤の分子構造修飾、薬物の在系修飾などが挙げられる。なお、薬物の分子修飾や在系修飾は薬物の吸収だけではなく薬物の分布も変化する場合がある。標的指向性は ターゲティングとも言われる。一般に生体内に投与された薬物のうち作用部位まで到達する割合はごくわずかである。そこで標的部位に指向する性質を薬物に与えて、標的部位に選択的に薬物を送達し、薬理効果を発現させようという標的指向性が必要となる。高分子医薬品の吸収や分布を変更する方法論として、 吸収促進薬などの添加物を利用する方法、薬剤の分子構造就職、薬剤の在系就職といった方法がある。吸収促進薬の利用単純酸及びカップリン酸などの脂肪酸及び脂肪酸誘導体が強力な吸収促進作用を有することは1980年代から広く知られている。臨床応用としてアンピシリン及びセフチゾキシムの小二溶座薬に カプリン酸ナトリウムが用いられた例がある。これは唯一の吸収促進薬の臨床応用である。吸収促進効果が強い吸収促進薬は粘膜障害が強い傾向があり、開発が困難であった。吸収促進薬の作用基準はタイトジャンクションの開口作用あるいは吸収細胞膜の脂質に分子膜の拡乱作用が提唱されるが未だに定説には至っていない。 細胞膜糖化ペプチドやタイトジャイクションモジュレーターなど新しいタイプの吸収促進薬も開発されている。吸収促進薬は従来消化管吸収経路に用いられてきたが近年は警備、警配、高校、直腸、経費など各種粘膜吸収経路のほか、血液脳関門の通過技術としても利用される。薬剤の分子構造就職吸収促進薬を 利用する場合は、対象薬物以外の人食い的な物質が通過するため副作用が懸念される。そのため薬物の分子構造自体に何らかの就職期によって化学就職することがある。この方法は事業例も多くアンピシリンのプロドラックであるピバンピシリンやタランピシリンなどが知られている。よく用いられる化学就職は、脂肪酸就職、糖就職、 単純酸就職、ジッペプチド化、トランスフェリンによる就職、細胞膜糖化ペプチドなど塩基性アミノ酸による就職がある。糖就職では、グルコーストランスポーター、単純酸では、単純酸、トランスポーター、ジッペプチド化では、ペプチドトランスポーター1を利用し、トランスサイトウの基準で吸収を促進すると考えられている。 薬物の在系就職微粒子キャリアを用いて在系就職する場合がある。薬物に生体内で標的部位に指向する性質を与えることを標的指向性の制御あるいはターゲティングという。生体機能を積極的に利用する試みを能動的ターゲティングといい、生体内の非得意的な物質輸送の特性を受け身的に利用する場合は、 自動的ターゲティングという。ターゲティングには特定の物質とのコンジェゲートする場合と微粒子キャリアを用いる場合がある。特定の物質とのコンジェゲート抗体、リガンド、細胞膜糖化ペプチドあるいはポリエチレングリコールや糖鎖などを結合してターゲティングを行うことができる。ガラクトースあるいはマンノースを有する抗分子、微粒子がそれぞれ肝細胞に発現する。 アシアロトタンパク質、レセプター、クッパー細胞及び類度内皮細胞に発現する万能スレセプターを介して特異的に取り込まれる現象を利用して、これらの細胞に薬物ターゲティングが可能である。ポリエチレングリコールで化学収縮することを PEG 化という。インターフェロンアルファー、アスパラギナーゼ、下流球コロニー刺激因子などで肝臓、腎臓の代謝、 排出を抑制し、生体内半減期を大幅に延長した。膜糖カペプチドは、細胞内に導入したい、高分子と結合させることで高分子を細胞内に導入させる、機能のあるペプチドのベクターである。代表的な膜糖カ性、ペプチドベクターとしては、HIV のタットタンパク質のアミノ酸、配列48から60位に対応する、 ペプチド配列やオリゴアルギニンなどの塩基性アミノ酸に富むもの、ドローサーフィアのアンテンナペジアタンパク質、由来ペプチドなどの塩基性部分と素水性部分を有する両親媒性、ペプチド、神経ペプチドガリニンと8毒マストラプランのキメラペプチドであるトラポートン、あるいはその短縮系である TP10 など素水性配列に若干の塩基性配列を含むペプチドなどが挙げられる。 特に、タットペプチド、オリゴアルギニン、ペニトラトンがよく用いられる。タットペプチド、オリゴアルギニンでは、アルギニンのグアニジのもとが、膜糖化の本質を担っていると知られている。そのため、グアニジのもを有するベータペプチド、ペプトイド、カルバメートなど天然アミノ酸以外のポリマー、直鎖構造を持たないデンドリマー型分子や、糖鎖の誘導体など、 新しいベクターも開発されている。タットペプチド、オリゴアルギニンを含む、高分子の細胞内の取り込みには、クラスリンエンドサイトーシスに加え、マクロピノサイトーシスが関与することが知られている。タットペプチド、オリゴアルギニンがまさに対連しており、細胞表面のプロテオグリカンと相互作用により、マクロピノサイトーシスが促進すると考えられている。 抗体は高い抗原特異性を有することから、これに他の化合物を結合することで抗原を発現する細胞への特異的ターゲティングが可能である。例えば、高 CD20 マウスモノクローナル抗体に放射性同位体を結合すれば、CD20 陽性細胞の近傍に放射性同位体をターゲティングして、β 線や γ 線で CD20 陽性細胞を障害することができる。 このような医薬品の代表例がゼバリンである。またカドサイラは、乳がんの治療薬であるが、コーハー2とか、モノクローナル抗体であるトラスツズマブに、チューブリン15阻害薬の DM1 を結合している。またゲムツズマブオゾガマイシンは、急性骨髄性白血病細胞に好発現する、CD33 に対する抗体と、強力な殺細胞効果を持つ、 抗ガン剤のカリケアミシンを結合させたものである。微粒子キャリア微粒子キャリアには脂質ナノ粒子と高分子マトリクス微粒子がある。LNP にはリポソーム、リピットマイクロ数や高分子ミセルが知られている。1964年にバンガムはレシチンの剣託液を電子顕微鏡で観察し、ラメラ構造の二分子膜からなる小法の形成を見出した。 後にその症法は、リポソームと呼ばれるようになった。脂質分子は、極性元と素水性元からなる、両心媒性物質で、水中では安定な二重膜構造をとり、リポソームを形成する。リポソームは、使用性薬物を膜内の素水性部分に、水溶性薬物を内水症に包含できるため DDS キャリアとして有用である。リポソームは、 小さな一枚マクリポソーム、大きな一枚マクリポソーム、巨大な一枚マクリポソーム多重層リポソームが知られている。調整法や調整に用いる脂質を選択することで、粒子系、表面家電、硬さなどを調節することができ、安定性や臓器への分布を制御することができる。リポソームの改善法として、ステルス化、トランスフェリニア、トーの就職などが知られている。 ディポソーム製剤としては抗心筋薬のアムビゾームやカポジ肉種治療薬のドキシルなどが知られている。アムホテリシン B をデオキシコール酸で見学させた注射薬のファンギゾンが心材性心筋症治療薬として使用されてきたが副作用のため十分な投与量、投与期間が確保できなかった。アムビゾームはアムホテリシン B とコレステロール。 複合体がリポソーム膜に組み込まれた構造をしており、その平均粒子径が100ナノメートルと小さいため、毛内形細胞に取り込まれにくい。血中でリポソーム構造を維持したまま安定に存在し、正常組織においては血管から漏出しにくいのに対して、感染部位においては血管透過性の更新により、リポソームが漏出し存在する心筋に特異的に作用し、 抗心筋活性を示す。2017年現在は、癌のターゲティングに公的な100ナノメートル程度の流形ならば、リポソームでも作成することができるがそれよりも、小さな流形の場合は高分子ミセルでなければ、作成することができない。高カロリー油液に用いられる、脂肪乳剤は、生成応用高度生成卵黄レシチンで乳化した脂肪微粒子から成り立っている。 脂肪乳剤は臨床においては、イントラリポス、イントラファット等の名で使用され、安全性や安定性は十分に確立されている。脂肪性の薬物をこの脂肪微粒子に溶解させ、これをキャリアとして、薬物の安定化や病巣へのターゲッティングを狙ったものを、リポ剤と呼ぶ。リポ剤の例としては、関節リウマチ治療薬のデキサメサゾンパルミコート、 エンセズのフルロビプロフェンアキセチル、慢性動脈閉塞症の治療薬のアルプロスタジル、静脈麻酔薬のプロポフォールなどが知られている。高分子ミセルは高分子からなるミセル構造のことである。高分子ミセルを薬物キャリアとしての研究は1980年代に始まったものでリポゾームなどの他のキャリアに比べると新しい部類になる。代表的な構成は 浸水性の鎖と疎水性の鎖からなるブロックコポリマーが B 差の部分を内核として数十、数百個の鉱分子が配合して形成する構造で内核に疎水性の薬物を内包する。B 差としては疎水性差以外にも盛んに相互作用を生じる種類の鉱分子を用いることも可能である。例えばイオン相互作用を生じる家電性鉱分子差である。 水溶性のエーサとしては、ポリエチレングリコールが用いられることが多い。最も標準的な構造は、素水性の低分子薬物を内包する、球状ミセルである。リポソームでは水槽に、浸水性の低分子薬物を内包することができるが、標準的な高分子ミセルでは、浸水性薬物の封入が困難であるなど、高分子ミセルと、リポソームではいくつかの違いがある。 高分子ミセルは、素水性薬物に対して大きな内包量を持つこと、10から100ナノメートルの小さな流形が得られること、薬物放出速度の広い範囲での制御が可能なことなどは、リポソームと比べて有利な点である。しかし、浸水性薬物の封入が困難なこと、薬物封入法が未発達なこと、比較的に高度な高分子設計。 合成が必要なことなどはリポソームより不利な点である。拡散医薬など浸水性の高分子は PIC ミセルなど特殊なミセルを用いる。天然高分子と異なり化学合成した高分子には分子量にばらつきがあり分子量分布があるという。分子量は平均分子量で表現される。拡散搭載微粒子キャリア遺伝子治療で用いる。 プラスミド DNA や核酸医薬であるアンチセンス核酸、セルナなどを想定し、これらを相達する微粒子キャリアについて述べる。リポプレックス、ポリプレックス、リポポリプレックスといった微粒子キャリアが知られている。どのキャリアでも以下のような機能が付加されていることが多い。血中対流性や安定性の向上のために外核、または表層に PEG を用いることが多い。 PEG 化によって血液成分との特異的な相互作用が低下する。一方で標的細胞への侵入効率も低下してしまう。これを PEG のジレンマという。PEG のジレンマの解決のために PEG の先端にリガンドを導入することもある。バイオアベイラビリティや安全性を考慮して表面電化を調整することができる。細胞表面は負に帯電しているため、 細胞表面へのアクセスを狙って、カチオン製の DDS 技術がよく用いられてきた。しかし、電化を中性の非カチオン製にすることで、生体内の非特異的な吸着を防いだり毒性を低減したりすることもできる。標的指向性を高めるために表層に、リガンドの導入が可能である。拡散医薬そのものにコンジェゲートさせる場合と比較して、表層に導入する。 リガンド量の調整ができることから、標的との親和性を調整できることが可能である。細胞表面の受容体に対するリガンド分子や抗体分子をキャリア表面に連結し、受容体介在型エンドサイトをシスによって、目的細胞への取り込みを促進することができる。細胞に内在化してから細胞内に放出されるまでの動態を制御することができる。 例えばエンドサイトーシスにより細胞内に取り込まれた後にリサイクリング経路によって細胞外へ排出されたり分解経路によって失効してしまうのを防ぐべくエンドソーム内では pH が低下して還元環境となる性質を利用して封入した核酸医薬を放出したりエンドソームからの脱出を狙ったりするためのシステムを搭載できるリポプレックスリン酸基に由来する 不電化を豊富に持つ拡散分子をカチオン性リポソームと混合すると静電的相互作用によって自発的に複合体を形成する。この複合体をリポプレックスという。基本的に静電化を帯びるリポプレックスは不電化を帯びる細胞表面に吸着後、細胞内へ効率的に取り込まれ、エンドソームから細胞室内に移行した拡散は機能を発揮することができる。 インビトロで培養細胞に遺伝子を導入するためのトランスフェクション試薬として開発された主々のカチオン性脂質とエンドソームからの放出を高める膜融合性の中性脂質を混合したリポソームなどがインビボでも応用されている。ガラクトース、マンノースといった糖鎖や養酸などで表面を収縮してレセプターを介して細胞特異的に送達されるリポプレックスも 開発されている。テクミラ社がリポソームの脂質成分を徹底的にスクリーニングして開発したスナルプがよく知られている。膜融合活性に優れた独自の PHO 等性価値温性脂質を含み、エンドソーム内の酸性環境下で中性から価値温性に変化して効率的に膜融合を誘起する特徴を持つ。パチシランはスナルプを用いて 静脈内投与にて肝臓にセルナを送達してトランスサイルチン型アミロイドーシスを治療する核酸医薬である。ポリプレックスカチオン性ポリマーと核酸分子との複合体がポリプレックスである。高分子ミセルがその代表であり、主に悪性腫瘍を対象として開発されている。高分子ミセルでは PIC ミセルがよく知られている。 東京大学大学院工学系研究科の片岡和則教授らは DNA を内核に保持し、外核を生態的合成物質で覆うナノ粒子キャリアに注目している。PIC ミセルは浸水性で生態的合成の高いポリエチレングリコールさとカチオン性高分子さをブロック上に連結したブロック強重合体が水中でポリアニオンである DNA や RNA と 静電相互作用を駆動力として自律的に多分子解合した構造物を形成したものである。PIC ミセルは効率的にプラスミド DNA やアンチセンス DNA やセルナを内包することができる。しかし鎖長の短い拡散を内包した PIC ミセルは安定性が十分ではなく、一定の濃度以下ではミセルの解離が起こってしまう。 リポポリプレックスカチオン製リポソームとカチオン製ポリマーの両キャリアを併用して調整した核酸分子との複合体がリポポリプレックスである。リポポリプレックスに PG 就職や膜、透過性ペプチドの導入をはじめ様々な機能を組み込んだものが北海道大学の原島秀吉らが開発した面度である。ありがとうございます。